1890年アメリカ太平洋サンディエゴビーチをスタートし、ゴールをニューヨークとする人類史上初の乗馬による北米大陸横断レース、スティールボールランレースが開催された。これは再生の物語。俺は勝つためにこのレースに来た。そろそろいただき時ってとこかな。これから行われるのは生贄だ。そこちょっとシトゥレイ、諦めねえぞ。暴いてやる。その回転の正体を暴いてやるぜ。ニョホン、この足のみで大陸を横断して優勝する。キクソ野郎、これでよしだぜ。挨拶はこのくらいにして要件を言う。これからお前らを木に吊るす。ネアポリス護衛鉄球左半身支柱。能力名はマンダ。そう認識していただきたい。これはもう爪を越えた牙だ。これからはタスクと呼ぶ。生きるとか死ぬとか、誰が正義で誰が悪だなんてどうでもいい。僕は回転の力を身につけたい。身につけなくてはならない。回転のレッスンはハードだぜ。ついてこられるか。ドジャーン、試練は強敵であるほど良い。引っ込んでいろ、スケアリーモンスターズ。グリー、恐竜ども、気をつけたまえ。勝ったのは俺の方だ。ピーザモッツァレラ、ピーザモッツァレラ、レンラ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 レン。かなり大爆笑。ルールはこの私だ。直訳はサウンドマン。我が部族の言葉で音を奏でる者と呼ばれている。スタンドインアサイレントウェイ。人は何かを捨てて前へ進む、それとも拾って帰るか。改めてよろしくお願い申し上げます。君は受け継いだ人間だ。もっと気高く飢えなくては。お前さんの言う通りかも。飢える必要ありか。納得は全てに優先するぜ。ようこそ男の世界。男の世界か、厳しいな。お前らのことを気の毒とは思うが、悪いとは思わない。お前らが決めた価値の基本、金という概念だからな。砂漠の砂粒一つほども後悔はしていない。試練には必ず戦いがあり、流される血がある。ジョニー、レッスン5だ。そう、確か次はレッスン5だ。レッスン 5?なぜ今頃そんなことを言う。一番の近道は遠回りだった。遠回りこそが俺の最短の道だった。レッスン5はこのために。これから行われるのは生贄だ。ここで全てを終わらせる。そこだ。 D4C ラブトレイン、完全なる黄金の回転エネルギー。いける。うわに回り道だった。本当に本当に、なんて遠い回り道。ザ・ワールド、頼めろ。時を止めるんだ。やめろ。この物語は僕が歩き出す物語だ。肉体がという意味ではなく、青春から大人という意味で。全ては終わった。